今回紹介するのは、芸人迷子という本です。ただ、後悔のない人生を送りたいと結城ロックは言って、東京進出した。そんな針金ロックの後悔のない選択だけど、どこか後悔の残るお話。2001年、M 星。1グランプリの準優勝者。人気も実力もあった。なのに、M 星。 一優勝を勝ち取ることなく大ブレイクすることなく解散してしまったあれから15年陣内さんが藤原紀香さんと結婚し離婚するなんてタムケンがこんなに売れるなんてケンコバが天海祐希さんとドラマに出るなんて針金ロックが解散するなんて私が想像しえなかった現実があるもちろん当の本人たちも想像しえなかった はずみんなそれぞれいろんな15年を歩んでいるあの頃ベース吉本に出ていた芸人さんたちが私は大好きだったこの本には知っている芸人さんの名前もたくさん出てくるでも知らない話ばかりだ結城ロックがやりたかった漫才を M 星1でやった漫才師はあのコンビ意外だった誰かにとっての伝説の日は誰かにとっての 地獄の始まり。この本が伝説の始まりになりますように以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。